初代から四代目までの墓、三遊亭炎章は、落語家の大名跡の一つ。三遊派の流祖、本家。江戸、東京において、古今の多くの落語家が名乗る、三遊亭の帝号の源流。六代目の死後、現在に至るまで秋名跡となっている。新時代の表記しか許されない時は、三遊亭炎章とも表記される。なお、二代目、炎章の名は、 上記の初代立花屋炎蔵と初代三遊亭窓か太氏の間で争われた。結局炎蔵が勝ち上記のような継承となったが負けた窓か太氏は悔しさのあまり新しい炎症として新章と名乗った。ついでに古きも新しきも両方手掛けることから帝国も古今帝とした初代古今帝新章の誕生である。六代目死後。 山崎花、稲葉治む、山本進む、京須智光、五代目、三遊亭窓科学の連盟により、この名跡は止めなとなっていた。しかし、六代目の三十三回忌を控えた2008年、五代目、円楽が、僧侶弟子の三遊亭崩楽に七代目炎章を襲名させる意向を示したことから、六代目の実機弟子、三遊亭窓科だけ、六代目門下の預かり弟子である。 三遊亭窓か窓も襲名争いに名乗り出る騒動となった。トメナの当事者にもかかわらず、独断で大鳥学の襲名を進めた五代目円楽と弟,弟弟子たちの確執が原因であり、いずれも七代目を継ぐことなく収束した。今後、六代目の系譜にあたる若手の中から七代目を継がせるにたる者が出てくれば、襲名の可能性はあるという。かねてから五代目円楽は、 大鳥学の大師匠で、三遊派の大名跡と、炎章を、大鳥楽に継がせたい旨を明言していたが、五代目、円楽の病状が深刻になった2009年春、大鳥楽以下炎学一門会幹部が集まり、六代目、炎章33回期の2011年をめどに、七代目、炎章を襲名する計画を話し合った。同年10月に五代目円楽がなくなるが、 お別れの解析上で、大鳥学は、六代目、炎章の孫一名から、すでに3位を得ており、この孫以外の関係者にも2010年から、改めて挨拶に回り、炎章の33回忌をめどに襲名したいむ再度表明した。これに対し、窓畑は2010年2月1日発売の雑誌、正論3月号史上での塚越隆との対談で、名跡は、 孫弟子ではなく炎症の時期弟子が継ぐべきと発言。こうに、大鳥学の七代目襲名にことを唱えると、自ら七代目襲名に立候補、大鳥楽に芸の上での直接対決を提案。大鳥学もこれに応じ、2010年3月17日には、窓か竹、大鳥学らの共演で、炎症争奪杯が開催され、結論こそ出なかったものの、最後には、 和やかな座談会で締められた。同年5月には、窓か窓が、落語協会に対し7代目炎症襲名の意向を報告した。同月17日、協会定例理事会で襲名のため、炎症の遺族との話し合いを行っていることを明らかにした。落語協会は、新聞の取材に対して、相当からずに正式発表を行う可能性があるとした。その後、 マドカマドは、炎症33回期の折に、留名として6代目、炎症の長男が管理することになったと報告している。また、遠生の名を留名にした一人の教師ともみつは、留名に署名した立場ではっきり申し上げれば、留名は粗悪な炎症誕生の抑止効果までが、役割で、拘束力などないと書いている。二0十五年九月三日、七代目襲名に名乗りを上げていたマドカマド、 窓化だけ、大鳥学の三人が、いずれも当面、襲名する意思がないことを表明し、人選は白紙に戻った。その後、六代目、三遊亭円楽が、流されて、円楽に流れ着くか、炎症に、2019年、竹書房の端末で、炎症襲名への意欲を表明しているが、当人の具体的な動きや周囲からの反応は、特にない。ありがとうございます。